ペイントボール。ペイントボールとは、アメリカ合衆国で草案されたスポーツの一種である。本競技では参加者が、炭酸ガス、窒素ガス、さらに1995年からは、圧縮空気などの圧縮ガスを利用した銃で、ペイントボールと呼ばれる小石サイズ、17mm が、主流で、他のサイズも、稀に存在するの、野菜の色素を元にして作られた、無毒性と量入りの弾丸。 ペイント弾を対戦相手に向けて発射し勝敗を競うスポーツの一、形態である。いろいろとある対戦形式の中で最も人気の高いのがフラッグダッシュと呼ばれるゲームであり、このゲームでは2つのチームがお互いの陣地に置いてある旗印を相手チームから撃たれることなく言っ取ることを目的としている。また別の人気ゲームとして殲滅ゲームがあり、文字通りこれは 相手チームのメンバー全員をペイントボールで撃って倒すことを目的としている。1981年にニューハンプシャー州にてボップ・ガーンジー、ヘイズ・ノエルそしてチャールズ・ゲインズらがマーカーと呼ばれる牛焼きに印をつけるための銃を使って世界で初めてペイントボールのゲームがあった。その後初の賞金付けトーナメントが1983年に取り行われた。 ペイントボールマーカーあるいはペイント銃と呼ばれる装備は名前が違うだけで同じものである。しかしながら銃という言葉に含まれる悪いイメージをプレイヤーは嫌うためマーカーという装備が好んで使用される。マーカー以外のペイントボールゲームの装備として他に主樹のプロテクターが用いられる。これに使用されるペイント弾はゼラチンカプセルを利用しており BB 弾を利用する。 エアソフトのように、競技の後に弾丸が何ヶ月、生分解性プラスチックを使ったものでも2から3年も放置されることがなく、水ですぐ溶けるので速やかに自然に帰ることも競技、愛好者に好まれている。ウッズボールは、プレイされる、ペイントボールの中でも、最も一般的で古くから楽しまれているものである。大抵のウッズボールのゲーム上は両チーム数十名の、 プレイヤーが動き回るにタルダの広い場所が選ばれる。そして木の枝や木の葉などで覆われた遠平ゴがゲームに先立って作られ利用されることもある。ウッズボールは通常他のゲームよりもゲーム時間が長く全く違う戦術が要求される。スピードボールというゲームではスピードと連射速度が勝利の鍵となるのに対し、ウッズボールは戦略、チームワーク、 周囲への溶け込み、遠平号を利用して隠れること、大規模な作戦行動そして我慢強さが非常に重要なポイントである。日本のサバイバルゲームの原型とされている。スピードボールはその姉妹ゲームである、ウッズボールよりも早く電撃的にプレイされる。使用されるフィールドも、ウッズボールと比べて非常に狭く、おおよそテニスコート2面分である。 多くのスピードボールフィールドでは空気を入れて、膨張させるバリケードが用いられ、チーム内、メンバー数も3から10人程度である。相手チームとの戦闘距離が非常に近いため、動きが活発であり、スライディングやヘッドスライディングでバリケードに飛び込む激しいアクションも要求される。またバリケードを多用したり、相手チーム内のバリケードに駆け込んで至近距離から敵に、 アタックするといったスピード感あふれるスリリングなゲーム展開が楽しめる。マーカーに関しても、ウッズボール用と比べて、連射速度が速い、小さい、軽いそしてより高価であることが挙げられる。チーム単位でルールに則っ,ったプレーが要求される。このスピードボールはトーナメントにおける基本競技となっており、世界には多くのリーグが存在する。世界の三大ナショナルトーナメントは、 NPPL、PSP、そして NXL でありその他にも、シエフォアやネプルといった地方で行われるトーナメントも存在する。シナリオペイントボールは、ノルマンジー上陸作戦といった歴史的な戦闘、そして近代的な人質救出任務を多い時には、参加人数数百人という非常に大きな規模で再現しようというプレイスタイルである。シナリオゲームは、 最短で数時間、複雑なものになると数日間もの間競技が続けられる。規模が大きい場合、決められた感覚でプレイヤーが引き上げたり再投入されたりする。このシナリオゲームは多くの場所でプレイされており、様々な土地で熱心なプレイヤーがこのプレイスタイルを広めるべくゲームを行っている。シナリオゲームフィールドとして有名なのがペンシルベニア州。 ジムスロープにあるスカーミッシュペイントボールであり、ここでは毎年数回シナリオペイントボールが開催される。ここではロシアでのスターリングラード攻防戦、そして前日のノルマンディ上陸作戦、DD とも呼ばれるのをリエナクメントが行われその規模は年々大きくなり、ゆくゆくはここでのゲームが世界最大規模になると言われている。2005年の d ーリエナクメントには4000人以上の 人が参加したと言われている。ガントレットは1対1で行われる対決形式の勝負である。このゲームにはペイント弾に対する制限がなく、お互いのプレイヤーは他のほとんどのゲームと同様にフィールドの端からゲームを開けする。ガントレットゲームは大規模なリエナクメントゲームの最中、再投入されるまでの待ち時間を潰すために都合がいいため人気が出てきている。 ペイントボールがプレーされるようになった、黎明期からトーナメント形式のペイントボールはプレイスタイルの一つとして認識されていた。しかしながら、ここ15年でトーナメント形式のペイントボールはぐっと本格的になった。かつては伝統的なウツボールでプレーされていたトーナメントであるが、近年急激に膨張可能なエンペ号を用いたスピードボールに、 その競技種目がとって変わられている。最もよく使われる遠平号はサップエアー射性である。これらの遠平号は膨らませること、空気を抜いて折りたたむこと、またマッチステージからトーナメントステージにフィールドを変える際に、フィールド内で持ち運ぶことが非常に簡単に行える。最も一般的なトーナメントの形式は、チーム内に3名5名。 内し7名のプレイヤーがいる状態で1ゲームごとに、1つのフィールドで2チームが対戦を行うというものである。ゲームの目的は通常フィールドの真ん中に置かれている旗を奪い、事にやその付近の遠平号に取り付けることである。ゲームごとに勝利チームにポイントが加算される。旗をダッシュするにあたって、相手チームのプレイヤーを倒すことも求められる。トーナメントの形式によっては、 相手チームを全員が押し、旗を奪いそしてその旗を自陣に持ち帰って掲げることでパーフェットスコアが与えられる。X ボールは新しいタイプのプレイ形式であり、20分間の中でできるだけ多くのラウンドをこなし、旗のありか相手チームの残存プレイヤー数によって勝敗が決定される。各チームは5人のメンバーからなり旗を1回奪う、たびに1ポイント獲得する。 試合は10分間に2分割され、旗が奪われるたびに時計が止められる。そしてまた次のゲームをすぐに開始しそれと同時に、時間計測が再開される。コーチングも許されていて、エリアサイドラインから戦略をプレイヤーに伝えることができるが、このルールは7人制のトーナメントでは適用されない。多くのプレイヤーが非常に質の高く連射速度に優れたマーカー、電磁バルブや、 マイクロスイッチ等といった回路によって電子制御されているを使っている。現時点でアメリカにおける NXL、全米 X ボールリーグ、NPPL、世界プロペイントボールリーグ、PSP、ペイントボール促進会、NCPA、全米大学ペイントボール協会などのプロリーグ及び、準、プロリーグが毎年非常にレベルの高くよく企画された。 ペイントボール競技会を開いている。これらが唯一のリーグというわけではなく、全米をはじめ世界各国のほとんどの地域にリーグが損する。例えば、ミレニアムシリーズ、前ヨーロッパ X ボールリーグ、センチュリオサーキット XSPL そして、その他数多のリーグが存在しており、多くのチームとファンを引きつけてやまない。通常リーグ戦はトーナメントの試合で構成されるが、 地域的でその地方がスポンサーするトーナメントがほとんどである。X ボールはペイントボールに大きな転換期をもたらすべく生み出されたスピードボールよりも速く激しいトーナメント形式である。リッチモンド・イタリーによって考え出され、また独自の NXL 全米 X ボールリーグと呼ばれるリーグを有する。最高18人までのチームが一度に 最高5人までフィールドに入り相手チームのフラッグを追って勝敗を競う。試合の最後でより得点を稼いだチームの勝ちで通常スコアは10対5、20対18といった感じになる。近年 NXL の世界チャンピオン選手権がアメリカでテレビ放映された。昔から小学校で行われていた旗取りゲームにペイントボールの案をミックスさせた遊び、両チームが フィールドの反対からゲームを始め、相手チームの旗を取り、一方で、ディフェンスが、自陣の旗を守ることで成り立つ試合方法である。相手チームの旗を取り、決められた場所に旗を置くか、自陣のスタートラインまで持ってくることで勝利となる。トーナメントでは、相手チームを全滅させた一方で味方が全員無事で、相手の旗を決められた、時間内にダッシュした場合、そのチームは、相手のチームを、 完璧ったと英語で呼ばれる。つまり相手のチームを完璧に圧倒し、考えられる最高の点数を得たという意味である。上に非常に近い形式だが、旗が自陣でなくフィールドの中央に掲げられているという違いがある。この場合、両チームが旗を求めて、中央付近で激戦が繰り広げられる。殲滅ゲームでは2チームが最後の1人になるまで戦い続けるもの。 タイゲームの時は、リフェリーが試合運びにより、勝敗を下す権利を持つ。プレイヤーは、通常、3つのレベルに振り分けられることができる。1、遊びでやる人。2、真剣にプレーする人。目的は遊び。3、トーナメントに出場する、プロセミプロ選手である。セミプロ以上ともなると、自分のペイントボール装備に10万円以上の投資を、躊躇なく行う。 これらの選手は3から10人ほどから構成されるチームでトーナメントに参加している。上述の通りトーナメントのほとんどがテニスコート2面分の敷地で行われるスピードボール形式の旗ダッシュゲームで行われる。マーカーは高価で最新式の場合700から1500ベイドルすると言われている。入門用のものでは手頃な80から300ベイドルである。 目的が遊びではあるが、熱心なプレイヤーは、相対的に見て単に遊びとしてプレイする人たちよりも、わずかに高い金額の金を投資する傾向にあり、装備のアップグレード等に資金を使う。これらの人も、年に2から3回ほど地元のトーナメント戦に、そこのフィールドを本拠とするチームに参加して出場する。プレイヤーの多くが単に遊びでプレイしていると言われる。彼らの多くが、 管理されたフィールドでペイントボールを楽しんでいる。通常これらの管理フィールドは非常にルールが厳しく安全策が重視される。またレフェリーも存在する。私有地を使ってプレイする人もいる。私有地を使用するにあたっては地主から許可を得てプレイをしない限り不法侵入として違反行為になってしまうので注意が必要である。この場合縛られたルールがないので自分たちでルールを。 考えて自分たち独自でゲームを組み立てることができるという利点がある。ただし安全策がこれらの私有地で取られなかった場合、責任問題となるので注意が必要である。初めてフィールドで試合をする場合、フィールドルールをしっかりと頭に入れる必要がある。以下に示される種事のルールはほとんどのフィールドで一般的なものである。これはあくまでルールであり、試合の うまい運び方については載っていない。ペイントボールの戦術に関しては、ペイントボールの戦略を参照。もし体や装備品、マーカーなどが撃たれて、ペイント弾が弾けた場合、ヒット、命中とみなされる。もし、体に当たる前に、ペイント弾が弾けたということが証明できる場合か、体に弾が当たった形跡が見当たらない場合は声を上げて、ペイントチェック。 と言わなければならない。審判が来て判定を下す。通常はもし跡が見つからなかったり、コインサイズよりも小さなシみしかついてない場合はヒットとはみなされない。ちなみに当たり前であるが審判にしろと判定されたからといって、その後不死身になるわけではない。直撃ではなく、遮蔽物に命中したスプラッシュでのヒット判定は、一般的にはペイント弾一発分の量とされる。 フィールドによってはもし相手に気づかれずに相手の X、チームによって異なるメートル、フィートまで接近した場合自分が打つ前に降伏しろ。サバイバルゲームにおけるフリーズコール閉じ考えであるが、日本と違いフリーズとは言わずにサレンダーというと言って相手に降伏を促すことができる。もし相手がその命令に従った場合、具体的には顔上に向けるか、 両手かマーカーを宙に上げることヒットとみなされ、戦列を離れなければならない。しかしながら、もしもその敵が何らかの敵対行為、具体的には振り向いて、撃とうとしたを行った場合は、近距離であってもこちらから撃って倒すこともできる。ほとんどのトーナメントプレイにおいて、幸福ルールは適用されない。無防備な相手プレイヤーを見つけたら撃ち倒すことができる。 フィールドを駆け抜けながらできるだけ多くの相手プレイヤーを沈めていくという行動が今ではむしろ重要視されている。もう一つの行動パターンが遠平号を利用した戦い方である。相手チーム陣地のすぐ近くにある遠平号にスニーキングしていき、至近距離から相手を壊滅させる戦法である。素早く相手陣地に近づけば近づくほど相手の油断しているプレイヤーを簡単にすことができ、 また彼らに反撃の機会をほとんど与えず、また出社も距離が近いためほとんど起きない。安全対策は、ペイントボールをプレイするにあたって、最も重視されねばいけない課題であり、厳しく、ルールが課せられている。これにより、プレイヤーはプレイ中、さらには、フィールド外、抜け盤を待っている間であっても、常時特性ゴーグルとフェイスマスクをつけていなければ、いけない。 いかなる理由があろうとも、プレイ中のフィールドでゴーグルを外すことは、厳禁されている。もしゴーグルが、ペイントや泥、汗にまみれて、前が見えず安全にフィールドを脱出することが困難な場合、両手を上げて、フォック、曇ったと叫ばなければならない。審判か他のプレイヤーが、セーフティーゾーンまでこの人を誘導する。ゲーム中に、ゴーグルが地面に落ちてしまった場合、 すぐさま、ゴーグルを拾うのではなく、膝を折って腕で顔を追い隠し、助けを呼ぶ必要がある。審判や他プレイヤーが同情の対応をとる。エアソフト、日本国内ではサバイバルゲームと呼ばれるはペイントボールによく似たスポーツであるが、ペインターではなくエアソフトガンに BB 弾と呼ばれる弾を装填してゲームをするものでる。テレビゲーム作品では ウーソフト、スプラトゥーンが本作自体は用意されたフィールドにより大きな面積の色を塗った側のチームが勝者となるルールであるものの複数のプレイヤーがインクを打ち合う点についてペイントボールと似ていると言われるプレイヤーの中にもそれからもちろんペイントボールを見たことすらない人にもペイントボールに対する誤解が未だに根強い最も大きな誤解は ペイントボールは戦争の再現でしかないということである。多くの人はペイントボールが戦争を賛美し、暴力を肯定するものであるという否定的見解を有している。しかしこれは真実とはほど遠い。ペイントボールフィールドにおいて物理的な暴力は厳禁とされており、人を引きで勘定して重要ばわりするといった言葉による暴力も認められていない。ほとんどのフィールドは 専用に設計されており、カラフルな膨張式円币号や、それに準ずるものが設置されている。近年のペイントマーカーは実中とは、かけ離れた姿をしている。確かに戦争の再演である、デ,ィーデイ・リエナクメントが、オクラホマ州で行われてはいるが、彼らの目的はあくまで歴史の再演であり、戦争の賛美と暴力の助長にあるわけではない。この手の誤解は、 政治家にまで及んでおり、ドイツでは2009年3月に発生した乱射事件の犯人がペイントボールプレイヤーであったことからペイントボールを規制する法案が出現するという事態がなしている。もう一つの誤解がペイントボールは打ち合いをするので危ないのではないかと考えられることである。各保険会社による近年の統計によるとペイントボールは 伝統的なサッカーなどのスーツよりも安全であることが証明されている。フィールド内外ではフェイスマスクの着用は絶対である。すべてのフィールドにおけるレギュレーションも厳しく、重厚所速は100メートル毎秒から93メートル毎秒以下でなければいけない。各プレイヤーがルールを守る限りでは、ペイントボールは比較的安全な競技であると言える。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。